ルセイユ、ルセイユ、ルセイル、あ、ルセイルですね。ルセイル。前に公園があります。でっかい公園が。デザイナーズですね。タコアイボックスに、メールボックス、自転車置き場にゴミ捨て場、猫の餌禁止って書いてますね。なるほど。では室内行きましょう。田しぼり5丁目6ですね。よいしょ。いい香りしますね。いい香りがする。シューズボックス。シューズボックス広いですね。広っ。シャンプードレッサーも広いですね。ドンドン。室内洗濯置き場ここも広いですよ。広いですよ。これ1、僕の手で1、2、3、3.5、奥行き入ります。浴室です。あ、ノズルがこれ変えれるやつですね。これインターハイに向けてね、はい、弾みつきましたね。いいね。宇宙飛行士に勝てたんですか。うん、いけますよ。はい、そうですね。宇宙飛行士さあ、森さん残念です。はい、あの教習に行きずに分かるのに任せる。1、2、3、4、5、6、7つ。では一部屋目いきましょう。すごい日光入りますね、これ。明るい。クローゼットが、ウォークインクローゼットですね。うん、広い。ベランダ出ましょう。明るいですね。うん、明るい。
手洗いです。ウォシュレット付き。リビングです。明るいですね、とにかく。リビング広いです。セコム、テレビ付きインターホンで、よくあの床暖房ついてますね。キッチンも広いです。3口 IH。引き出しいっぱい上も引き出しいっぱい。冷蔵庫置き場です。